というか、あのいろんなカラーの仕方でいろいろこれ違いが出せる方法があるんで、今度動画ですごい面白い動画がある作れそうなんで、ブリーチしてもやっぱり赤みが出るから、してもやっぱりなかなか難しかったかもしれないですね、暗い色じゃないと。そうですね、うん、はい。はい、まずちょっとね軽くブリーチしてした状態なんですけど、この状態に、入れていきます。で、色の方は何かっていうと、これを根元から塗っていってって感じですかね。ムササビのトリートメント10パーだけ入れております。それをこれ混ぜた状態ですね。まあこの塗り方は特にないので、ただこの黒いところ塗らなくていいかなってちょっと思ってるんですけど、根元の黒いとこちょっと、外そうかなと。変にあの赤くなっちゃう可能性があるんで、根元の黒いとこをあえて塗らない方がいいかなっていう気がしましたんで、そこを外します。で、時間差で毛先には伸ばしていくっていう感じなんで、あの新しい薬、毛先用の薬はまあ作りません。ブリーチもそんなにガンガン抜いてないので、はい、このように根元を開けて、まあ、ただね、ムササビ入れるとシミないんですよね、結構。なんで、まあ、つけても大丈夫なんですけど、ただ赤くなるのがちょっと嫌だなっていうのがあって、根元も触りたくないですね。結構オレンジになったらそれ抑えるので、今度グリーンとか入れないとダメになっちゃうんで、オキシは 2.5% です。で、カットとカラーとブリーチで、まあ、2時間で終わるかなっていうぐらいの計算ですね。はい、ではこれで、今塗ったんですけれども、毛先はまだ塗ってなくて、ちょっと時間が必要なので、このままちょっと放置していきたいと思います。じゃあお菓子タイム、ここからお菓子タイムスタートします。まあこれでも全然いいんですけれども、まあ、色的にいいかなと思うんですが、まあさらにもっと束感を出したい場合は、このラジアントのアイロンを220度に設定します。はい、で、ここからウィービングを入れていきます。じゃあ例えば、じゃあその辺をちょっと分かるように入れていきたいと思いますね。で、最初にあんまりこう止めちゃうとそこだけ色が入っちゃうんで、少しですね、ゆっくり、これ分かりますかね、入ったの。こんな感じに、束感っていうかな、あのよりメッシュ感をちょっと出していくことが可能なんで、まあ220度入りのところがね、ちょっとこういう風に難しいんで、あの皆さんはもうちょっと低い温度で やられてもいいかなと思います。やるときはこうスイングさせることによって、スイングってこの振るんですけど、これをやると、より発色がしやすいので、まあ、こういうね、ちょっとプラスアルファっていう感じで、より束感とか動きを出したい場合は、これまたあのコツというか、あのいろんなカラーの仕方でいろいろこれ違いが出せる方法があるんで、今度動画ですごい面白い動画がある作れそうなんで、ちょっとそこで皆さんにお見せしたいと思います。検証動画みたいなね、それすごいあの奥が深いやり方なんで、これのこれでバレヤージュ自体がもうできちゃうっていうような、これちょっとカラーのコツがあって、ちょっとポイントがあるんですよ。それができればすごい面白いんですよね。特にね、顔周りは本当一回少しこういう風に、しごきから入った方がいいと思います。いきなり入っちゃうと、まあ、僕慣れてるからいいんですけど、かなり綺麗なグラデーションが出ないので、いきなりパツンって色が出ちゃう可能性があります。そうするとちょっとかっこ悪いんで、とりあえずすごい細めから皆さんやった方がいいと思いますね。細いのからやっていって、細いのから試していくと、で先ほどのウィービングを入れた場所だったりとか、入れてないところのまたそのコントラストがどん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 こう出てくるんで、また一つ違った
感じにできるんじゃないかなって、まあ、僕はもう最後時間がもったいないのでもうスタイリングのプラスアルファみたいな感じでやってますね。結構時間がかかっちゃう工程なので、まあ、これを一つメニューとしてしまうと、まあ、スタイリングの延長でやって、まあ、これだけでもね料金はいただけると思うので、より、自分が狙ったとこに、まあ、実際のウィービングとかやってもなかなか本当に狙った場所って実際になるかどうかっていうのが微妙だったりとかして、まあ、一応狙ってはいけるんですけど、さらにより本当自分が狙ったとこやるっていうと、まあ、こういう裏技をちょっと使ったりとかしてやっていくことによって、これもね実は本当奥深いんで、ちょっとぜひ今度皆さん動画見てください。面白いのちょっと作るんで仕組みが分かるとめちゃめちゃ幅が広まります。あと時短にもなるので、でムササビ使ってるんで結構質感、あんまりちょっと触ってもらっていいですか、あんまり質感悪くないでしょ、はい、そんな傷んだ感じないですよね、うん、結構質感は悪くないと思う。で結構これのポイントとして、今日のポイントとしては、結構実はそんなに明るくしたくなかったっていう人が雑誌とか見て明るくしたいってなってても、実際やってみたらやばいってなる人もいるから、ちょっと暗めに仕上げといて、まあ、こういう風な感じでこのぐらいですかっていう、まあ、チェックもできるんで、結構こういうこれの動画とかないんで、結構僕もまあ誰かの真似したわけじゃなくてたまたま考えついたんで、皆さん真似しないでください。これちょっと変わったの分かると思うんですけど見てください。確かになんか違います、ね、ちょっとメッシュがさらに、うん、違うでしょ、うん、なんか立体感、うん、結構出ましたよね、はい、かっこいいでしょ。横から見たりするともっと分かるんですけど、さっきのやつよりも例えばじゃあちょっとね最初から明るく仕上げちゃうとやべえなってなっちゃう、ちょっと最後不安でしたもんね、はい、色やっぱりこれぐらいにしたいって言ってたじゃないですか、うん、そういう時って結構実際やったら実際の色にしたら多分やべえと思ってなってると思うんですよ。ちょっと明るすぎたって思ってたかもしれない。多分あれにしてたら僕まだ VH 抜いてもっと白っぽくしてたと思うんですけど、うん、それって多分やばかったかもしれない、うん、多分きっとこれぐらいからね、まあ調節こうしながら抜けてった方がいいかなみたいな感じ。あれ相当抜けばああいうグレーにはなるんですけど、この辺の色とかは細かい色とかは同じような色になってるので、まあ、暗さぐらいだったら大丈夫です、はい、大丈夫です、いけます、はい。で顔周りは特に結構バシッて上がっちゃうんで皆さん気をつけて、で顔周りは細めでやるとすごいかっこいいです。すごい何ミリかでやっていくとすごいそこが強調されてかっこいい色が出て、顔周りよくお客さんが一番わかるんで、顔周りは本当に5ミリぐらいの感じで入れていくと出ますでしょうかね。まあこんな感じで動きが出せたのかなと、すっきりしましたね。めっちゃ下の方はもうなんかそのままでいけるんで、はい、こんな感じです。はい。